地球空洞説とは、我々の住む、この地球は、中身の詰まった球体ではなく、ゴムボールのように中空であったり、別世界へ繋がっているという考え方。古くから概念として存在する。アガルタ世界や小説、地底旅行が有名である。大航海時代と20世紀の科学の発展により、根拠を失い衰退した。測地学の分野では長期間にわたって議論されたが、 科学者たちは、一様にこれを疑似科学であるとして、退けた。これには玉柄の内側の凹面は人間などの居住が可能だというアイデアを含んでいる。アイザック・ニュートンの万有引力の法則に従えば、球場に対象な凹面の殻内部では、殻の厚さに関わりなく、すべての地点で無重力となってしまうことがわかっている。従って、 空洞内の地表に人や建物が存在するような世界は物理的にありえない。ハレーの提唱した空洞地球のモデル。地球内部には一つの中心核と二層の中空の球核があり、それらが空気を挟んで隔てられて浮かんでいるとした。オイラーの提唱した空洞地球のモデル。地球の中心には直径1 0 0 0トルほどの輝く星があるとした。以下。 まずは、主な説を年代順に挙げる。以後の流れは、次の通り。多面地球のアイデア。画像の左上に、歩いている人の姿が小さく描かれている。つまり、外側の茶色の部分が地面で、内側にぽっかり開いた部分が、空、という考え方。我々は、中空の惑星の外部表層に住んでいるという代わりに、我々の世界は、 王面の内部に存在すると考えたものがいる。これは人類の居住している地球表面が実は無限に続く眼界の中に存在する方丈の球体の内部であり太陽や月や星は空間内部に浮かぶ雲のようなものという奇想天外なものである。アメリカの医師であり自称錬金術師のサイラス・リード・ティードは1869年王面地球モデル 空洞宇宙起源論を提唱し、コレッシュユニティというカルトを設立した。彼らのコロニーは、フロリダ州の史跡として保存されていたが、ティードの信者は、全員が個人となっている。その後、1897年に、アメリカのユージー・モロウが、同様の趣旨を発表。1925年、ドイツ人のカール・ニューバートが、研究所を刊行した。 ティードの欧面地球モデルに影響されたヒトラーがカメラの狙いを空に定めることによって英国艦隊を発見しようとしたという噂が根強く残っている。ジェラルド・カイパー第二次世界大戦中のドイツ天文学によれば1942年4月に赤外線写真の専門家であるハインツ・フィッシャー博士を最高責任者とするドイツ海軍の 特別研究チームがバルト海の流言島に研究所を開設し、海岸で水平線から行角45度を特注の赤外線カメラで撮影することによって、はるか遠方にいるイギリス海軍の艦船を察知しようとした試みを行ったという。大面地球説では太陽などの天体が沈む現象を説明する必要がある。これについて光は屈曲して、 進むので天体の光が届かない場所が生じる。上空に行くほど距離は指数的に割り増しされるため、空洞の中心付近を通る光は減衰して見えなくなるといった説明がなされる。ありがとうございます。